パンパランパ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 ランパ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 ン。こんにちは。こんにちは。今日は何の料理でしょうか。はい、今日はヨットで上手に作るスパゲティの作り方を紹介したいと思います。わかりました。それではお願いします。ポイントはですね、はい、これが清水なんですけど、この水をできるだけ使わないっていうのと、これプロパンガスなんですけど、できるだけ、燃料を使わない。水と燃料をできるだけ使わず、しかも手早く作るというコツを お見せ、あくまでもヨットでの美味しい作り方ですよね。わかりました。まず水をフライパンに入れます。普通は湯がく寸胴を使うんですけど、それを使うと水の量もすごくいるんで、そしてここポイントです。こっち海水なんですけど、ちょっと味付けをさせていただきます。これがポイントですね。はい、なんですか、喋り方は。わかりました、はい、でこれを蓋しまして、はい、沸騰するまでお待ちください。わかりました。ではコマーシャル。パンパランパ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 ランパ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 ン。さあ続きまして、沸騰しましたね。はい、沸騰しましたら、はい、ちょっとねヨットで鍋が小さいんであれなんですけど、ここで我々はダイナミックにります。あ、カット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 。これで相当落ちましたね。後で拾います。どんどん入れていって、うん、よし。さあこれからですね。これからですね、うん、でこれで茹で、いや塩入った状態ですね。はいはいはい。これがヨットの中の作り方。そうです。これはオーマイですね。はい、オーマイスパゲティです。予算落ちましたね。そうですね。もったいないですからね。これがあとポイントなんです。こいつ、ヨットにはですね、必ずこいつをトング、うん、これを必ず積んでください。あ、うどんを入れるのもラーメン作るのも全部これです。うん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 。これはなぜですか？これはだから結局箸にもなるし。うん、こういうつまんだり、うん、全部の料理です。そのまま使えますので。ははー、はい、なるほど。これがヨットの中の、そうです。ポイント。ポイントですね。ポイント2ですね。ですね、はい。はい。ちょっとね、麺が。これでですね、煮汁がだんだん減ってくるんですね。ん？煮汁がこうだんだん炊き上がるごとにですね、はいはい、減ってくるんですよ。うん、わかります？こうだんだん減ってきたのが、はあはあね、なるほど。そしてこれを無駄にしないですね、この煮汁を。煮汁を無駄にしない、はいはい、ここですね、はい、さあ続きまして、で、麺が茹で上がりましたら、ここへですね、うん、今日はアサリクリームです。わあ、アサリクリームをですね、ここへぶち込みます。おお、で、ここへ、おいしそうですね。だからこれも温めなくていいんですね、うんうんうん、全部が全て一通り無駄なく、水も無駄なく、料理も無駄なく完成すると。ああ、これちょっと今日はスープスパっぽいですけどね。これ、まあ、これは好みに合わせてください。これは美味しそうですね。それでは完成しました。ではややスープ仕立てにした、クリームアサリ、どうぞ。いただきます。うまーい、ね、うん、ちょっとスープな感じも美味しいでしょ。はい、はい、これが、ヨットの上で早く、水と燃料を無駄にせず、できる料理法のご紹介でした。ありがとうございました。